カンピドリオ広場カンピドリオは、ローマの7級の一つである。カピトリーノともいい、古代ローマ時代には、ラテン語でカピトリヌスと呼ばれた。この丘は、ローマの7級でも最も高い丘で、ローマ神の最高神であったユーピテルやユーノーの神殿があり、ローマの中心であり、現在もローマ市庁舎が位置する。現在の頂上には、 ミケランジェロが設計したカンピドリオ広場があり、中心にはマルクス・アウレリウス像、その周囲をカピトリーの美術館、コンセルバ通り宮殿などが取り巻いている。また、ベネツィア広場側にはビットオリオ・エマヌエーレ2世記念堂がカンピドリオの丘に背を向けるように立っている。ミケランジェロはカンピドリオ広場の設計にあたって、複数の異なった形の建物を一つの明快な、 大正軸線上に統合することで、建築史上初めてバロック的広場を創案した。このランドスケープの設計手法は後に、ミケランジェロの後を引き継いだベルニーニによって、サンピエトロ広場において、より明確に示されることになる。カンビトリオ広場のパノラマ写真。中央に、マルクス・アウレリウス像のレプリカ。アウェンティヌス・カピトリヌス・カイリウス・エスクイリヌス・パラティヌス。 クイリナリス・ウィミナリス紀元前31年のローマの地図上に示したローマの7級及びその他の主要地形の名称。都市を囲む黒点線はセルウィウス城壁。ありがとうございます。